こんにちは。昨日ですね、懲役41年というね、もうとてつもない、長い、判決が出たわけなんですよね。まあこれはね、ちょっとかなりひどい事件だったんで内容はお話しできませんけども、判決を受けたのが今泉という、男でございましてね、年齢が40代です。で、40代から41年の刑ですから、85歳ぐらいで一応終わるということになりますけどもね。とにかくね、ひどい、これ性犯罪を中心とした暴行なんですよ、傷害なんですよね。性犯罪を中心として7名の女性を、地獄に突き落として重大な後遺症も残しているというね、身体的精神的に両方にです。これはね、もう思い出すのもはばかられるような、口に出すのもはばかれるような事件なんで、41年でも軽いんじゃないかなと思うぐらいですよね。もうでもね、裁きの重さっていうのも限界があるんですよね。言ってみれば、殺してしまえで終わりなんですよね。でも被害者の方っていうのはもう全然浮かばれないんですよ、何をやっても。で、金銭的な保障は多分こんなこと不可能ですね。強靭ですからね、こういった犯罪を犯す人間っていうのは。で、弁済する気持ちもないし、そのためのね、知恵もないし、本当に被害を受けた方は本当に気の毒だなと思うばかりでございますけども、私はね、性犯罪をもっともっと重くしないといけないのかなと思います。例えば、電車で痴漢が出ました、これもね、相当な重罪にしないといけない。その反面、冤罪ってものがあるんで重罪にできにくい事情はあると思うんですけども、それでもね、性犯罪に関してはものすごく厳しくしないと、私もね、女性も好きだし、性関係っていうのは嫌いな方ではないぞ、やっぱり一般の性欲のある男性としてね、そういうのはありますけども、だからこそ女性は尊いものだと思いますし、守っていきたいしね。その犯罪によって、そういったことを成し遂げるっていうのがね、どのくらい、私たち男性から見ても怒り心頭と言いますかね、そんな短絡的な方法を取り合うんでと、私はもう真っ当に口説いてね、愛して、そしてたった一人に向かっていくっていう形、そういう価値観を持っていて、それ以外の価値観も、あることはあるでしょうけども、あらゆるその、性行為とかね、そういった男女間の肉体関係の中で強制っていうのは絶対に良くないかなと。強制的にっていうのはあらゆる場面で認められないことだと思うんですよ。全てのことは合意で行われるべきだし、求め合いの上にあるべきだと思うんですよね。それはビジネスをやっててもそうですけども、強制的に売りつけるっていうのは押し売りじゃないですか。で、詐欺なわけですよ。で、とてつもない、悪いことになるわけですよね。だからね、ビジネスと置き換えなくても、あらゆるものが強制的に行われるわけではなくて、一人一人の個人の意思を尊重して慎重に行われるべきかなと思います。その中でもやっぱりね、性犯罪、強姦とかレイプっていうのはどんなにどこまで行っても肯定できることはないんですよね。そういうものをものすごく触発するようなビデオプログラムとかあるかもしれませんけども、あれはファンタジーの中でそういうことが行われているっていう風な切り分けができる方だけがね、覗ける世界であって、あれをね、実際に現実でやってやろうとか、こうやったらうまくいくんだとかね、いわゆる支配欲と性欲を合体させて、その辺の女性に対してね、人権を無視するような行動を取るっていうのはやっぱりね、腹立たしいですね。皆さんもいろんな考えあると思いますけども、やっぱりこういうのは許すべきではないですし、男性側からも女性側からも声を上げていってね、そういった、間違ったことをする人間にはとてつもない悲惨な末路が待っているってことで、抑止力をつけるしかないのかなと思いますよね。今回の求刑40年に対して懲役41年の判決、通常は尻上がりって言って、何ですかね、10年というふうに求刑されたら12年になることはなくって、大体こう8年とか7年っていうふうにね、求刑に対して7割8割で、実刑っていうのがね、判決っていうのは小さくなるものなんですけど、今回は尻上がり、逆ですよね、1年といえども重くなったということでございますし、言ってみればね、これ終身刑に近いのかなと思いますよね。いやでもね、これこの名前はかなり有名なんで、多分あらゆる刑務所の中で手ぐすね引いて待ってると思うんですよ、他の受刑者がね。で、こういった悲惨なこととか、弱い者に対して非人道的なことをするようなね、卑怯な男っていうのは、そういった
刑務所の中でもいじめられたりするんじゃないかなと思いますし、まあ、大いにね地獄を見るんじゃないかなと。まあそれがね癒やしにも何にもなりませんけども、うん、まあけどね被害に遭われた女性の恐怖とかね悔しさとかね、うん、憤りってものをまあその身をもって体験する機会にはなるんじゃないかなと思います。まあなんかね本当に後味の悪い事件で、これがこの同じ時代の日本に起きているなんていうことはね、本当にこう気分が悪くなる事件ですね。まあ、今回はね、何と言いますか、まあ、本当になんかあまりにも黙ってられないんで、YouTube にさせていただきましたけども、でも、事の内容がね、ちょっとね、伝えにくいものなんで、何のことだろうと思う方は、まあ、ぜひね、懲役41年あたりで検索してみてください。今泉で検索してみてください。まあ、7人の女性を出会い系サイトで知り合った人を、次々と、本当に精神的にも肉体的にも地獄に陥れてね、本当に許せない人間だと思います。はい、じゃあ以上です。